それではここでアンサンブルキャストもご紹介させていただきます。まずは男性アンサンブルキャストのご紹介です。阿部光大、新井俊一、有木慎太郎、伊藤博明、今村陽一、植木達也、大久保哲也、大津博也、大場洋介、ミスサイゴン、川島大輔、お願いします、斉藤慎吾、よろしくお願いします、佐々木純平、よろしくお願いします、島田蓮也、よろしくお願いします、千奈辰徳、よろしくお願いします、徳良祐樹、ミスサイゴン、練子隼人、早川和也、はい、春口亮が、はい、樋口義久、お願いいたします、広瀬俊樹、頑張ります、深堀圭介、藤岡良樹、はい、古川隼太、松本優作、万谷紀秀、宮野レオナ、村上貴介、頑張ります、横田良樹、そして野川明義、続きまして女性アンサンブルキャストのご紹介です。石毛美穂、意味谷理恵、江崎梨沙、岡本香菜、はい、鈴木まりな、高田美奈、田中かなた、花香、三浦由美香、森田真希、吉田玲奈、以上アンサンブルキャストのご紹介でございました。プリンシパルの皆様もありがとうございました。はじめに時事役のお二方から参りましょう。今回はアンサンブル、前回はアンサンブルキャストで出演、そして今回新たに時事役を演じられます青山郁代さんです。時事役を演じます青山郁代です。ただいまという気持ちです。2012年からミスサイゴンに出演させていただいて、今回で4度目となるんですけれども、もうかねてより自分の念願でずっとやりたかった夢だったジジ役を今回演じられることがとっても嬉しいです。誠心誠意新たな気持ちで挑みたいと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして同じくジジ役で初参加となります乗松亜美さんです。乗松亜美です。今回初めてミスサイゴンのカンパニーに参加させていただきます。このような大役をいただくのも初めてで、今日初めて、ミスサイゴンの楽曲を披露させていただいてすごく緊張しているんですが、全身全霊をかけて、初日から千秋楽まで頑張ってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。続きましてトゥイ役です。前回から引き続きトゥイ役を演じられます神田恭平さんです。トゥイ役を、演じさせていただきます神田恭平です。僕は2008年から今回で4度目のトゥイ役となるんですけども、僕の俳優人生すべてをここにね、注ぎ込んで、問題のないというか、もうすべてをもう全部をそこに、かけるつもりなので、どうかよろしくお願いします。頑張って取り組んでいきます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。そして今回トゥイ役としては初めての参加となります西川大輝さんです。西川大輝です。よろしくお願いします。僕はミスサイゴン自体は6年ぶりの、参加になるんですけども、この6年の間に自分も少しですが成長した部分もあると思いますし、あと、演出とかももしかしたら変わったところもあるかもしれないので、新たな気持ちで、稽古に臨み、そして本番に挑みたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。変わりましてエレン役のお三方のご紹介です。まずは前回から引き続きエレン役を演じられます知念里奈さんです。エレン役の知念里奈です。私は2004年から役を変えてこの作品に参加させてもらっています。なのでいろんなミスサイゴンを、舞台上からまた客席から見させてもらっていますが、
今回本当に新しいキャストの皆さんがたくさん参加なさっているので、どんな風に一緒にこの大事な大好きな作品を作っていけるのかとても楽しみにしています。心を尽くしてお稽古してまいりたいです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今回エレン役で初参加となります千奈綾瀬さんです。エレン役の千奈綾瀬です。私は2008年に初めてこの作品を拝見して、その舞台のパワーに圧倒されて、いつか絶対携わりたいと憧れていたので、このような機会をいただけてとても嬉しく思います。全身全霊で努めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。同じくエレン役で初参加となります松原凛子さんです。お願いいたします。エレン役を演じさせていただきます松原凛子と申します。ですね、オーディションの時にエレンは希望の光であってほしいということを ディスカッションで教えていただきまして、で私はこの作品を知ってまだ間もないですが、この戦争や人種差別を取り扱ったこの作品は今の時代に上演するのに本当に意味のあることだと思っているので、真摯にこの作品に取り組んでまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。では続きまして、ジョン役のお二方のご紹介です。前回から引き続きジョン役を演じられます上原理央さんです。ジョン役を務めさせていただきます上原理央です。僕も今回で4度目のミスサイゴンの出演となります。キャストも大きく変わって、でまたそれで新しい景色が見れるんだろうなという思いと、4度目またこの役を務めさせていただくのに自分にどんな課題が待ってるのかなと、ワクワクとドキドキで今いっぱいです。今エレン役の松原さんがおっしゃったように、この作品をやるときはすごくなんかこの物語、戦争というのか、そういうものを伝える使命も同時に負うんだなっていう責任感も毎回あります。誠心誠意努めて皆さんに真摯にお届けできるよう努めてまいりたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして、前回のクリス役から今回新たにジョン役を演じられます上野哲也さんです。ジョン役を演じます上野哲也です。よろしくお願いします。前回はクリスを演じて、今回このジョンという役でまたこのミス・サイゴンという作品に再び、関われることを、心から光栄に思っています。ただジョンを演じるには自分自身の新しい引き出しをもっとこう見つけ出して開けなきゃいけないなと思っています。パッと想像しても、クリスの時はそれこそドリームランドではひたすら拒否していればよかったんですけど、ジョンは誰よりもノリノリなんですよね。俺できんのかなとか、こう稽古を想像するとドキドキするんですが、本当にまたゼロからの出発だと思って、チャレンジしていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。さあ、今度はクリス役のお三方のご紹介です。まずは前回から引き続きクリス役を演じられます小野田龍之介さんです。4年ぶりの上演ということで、4年経ったからこそ、感じ取れるキムとのやり取りだったり、エレンとの関係だったり、ジョンとの関係だったりというものを、大切に感じながら、お稽古本番と務めてまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、今回クリス役としては初めての参加となります海宝直人さんです。海宝直人です。よろしくお願いします。僕は2008年の時にですね、アンサンブルとしてこのミス・サイゴンに出演させていただいて、当時19歳だったんですけれども、その公演期間中に20歳を迎え、本当にさまざまなことを勉強させていただいた、このミス・サイゴンという作品にこうして戻ってくることができて、心から嬉しいなと思っております。感謝もしております。とにかくこのクリスという役を、誠実に、繊細に、そして大胆に演じていきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。同じくクリス役として日本公演に初めての参加となりますチョ・サウンさんです。よろしくお願いいたします。クリス役を演じさせていただきますチョ・サウンと申します。
日本舞台はほぼ10年前に劇団四季で最後だったんですけれども、今回10年ぶりに日本の舞台に立って本当にドキドキしながら楽しんでいます。このミス・サイゴンの、公演は2015年の時イギリスで他の通訳でやらせてもらったことがあるんですけれども、今回全く違う役で友達と仲良くなってみんなと一緒になって頑張りたいなと思っております。応援してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。さあ今度はキム役の4名のご紹介です。まずは今回キム役として初めて参加されます高畑充希さんです。お願いいたします。皆さんこんにちは、キム役をやらせていただきます高畑充希です。私は小さい頃からミス・サイゴンずっと見ていて、憧れのこのサイゴンカンパニーに入ることができて最高に嬉しいです。初めての帝劇ですし、ミュージカルってなると7年ぶりぐらいで、7年前は市村さんと一緒だったので心強いんですけど、私も友達と仲良くしながら楽しく、そして一生懸命お稽古できたらなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。続いては前回から引き続きキム役を演じられます今夏美さんです。キム役を演じさせていただきます今夏美です。今前回2014年から私は参加させていただいているんですけれども、前回の2016年公演の時に声帯結節という喉の病気を患ってしまいまして、名古屋公演の2公演以外は全て休演させていただくという、ことになってしまいました。その際にカンパニーの皆さんにたくさんご迷惑をおかけしましたし、何よりも楽しみにしてくださっていた皆様に申し訳ないことをしてしまいました。そして自分もとっても悔しい思いをしました。なので今回こうして戻ってこれて本当に嬉しく思っています。今年のミス・サイゴンでキムを一から作っていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。さあ今回キム役で初の参加となります大原桜子さんです。ありがとうございます。キム役をやらせていただきます大原桜子です。まだ稽古が始まっていないので、自分がどんな風に演じるのか正直わからないんですけれども、このテーマ性を持っている作品に携われて、本当に嬉しく思います。まあ、心を込めて頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。同じく今回キム役で初の参加となります矢比久友奈さんです。キム役を務めさせていただきます矢比久友奈です。私はこの作品に憧れていて、この今回キム役で、参加させていただけることがとても嬉しく幸せを感じると同時に、とても、その責任というものを強く感じていて、なのでその責任だったりそのプレッシャーみたいな重みもパワーに変えて、キムという役に真摯に、挑みたいと思っています。皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございました。では最後にエンジニア役の4名をご紹介します。まずは今回初参加となります東山義久さんです。エンジニア役の一人を務めさせていただきます東山義久です。そうですね、こちらにいる市村さんを、筆頭とする多くのキャストの皆様、そして、スタッフの皆様の熱意と情熱とが、その連続が今の2020年のこの、ミス・サイゴンにつながっているんだって今すごく実感しております。その感謝とこの舞台に携われることの自覚と誇りを持って、初日から千秋楽まで誠心誠意努めていきたいと思います。皆様どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。同じく初参加となります伊礼彼方さんです。どうも皆様こんにちは。フランス人の DNA 多めのエンジニアをやらせていただきます伊礼彼方です。どうもよろしくお願いいたします。まずこの場に、立たせていただいて、立たせたたたた緊張する
立たせていただけていることを、感謝しております。いや僕がねちょっと今緊張してるんですけど、まさか僕市村さんの隣に座ってこんなに緊張するとはもう昨日寝る前想像もしてなかったです。いや、やはり歴史を作ってきた方なんだなっていうのを改めて、今実感しております。市村さんが作ってきたこの歴史をしっかりと背負いながら、新しいオリジナルエンジニアを作っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。そして前回から引き続きエンジニア役を演じられます駒田はじめさんです。駒田はじめです。私今回で3度目なんですけども、本当に僕の初演の時にはただひたすらにがむしゃらに動いてただけでした。本当の記憶ございません。前回から少し地に足をつけてなんとなくいろんなことが見え始めたかなと思っております。今回はもっともっと地に足をつけて、いろんなところを見回しながら、先ほど吉井さんも言ってましたけど市村さん筆頭に9月までみんなが怪我のないように、病気などないように、みんなでゴールを向けて、走り続けていきたいと思います。どうぞ応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。さあそれでは大変お待たせいたしました、ミスサイゴンのエンジニア役といえばこの方、ミスターサイゴン市村正親さんです。市村です。初演からずっとやってます。初演の頃に生まれた方ね、いくつ、24、確か初演は26年前だよね。その頃からずっとやってます。前回卒業宣言をしました。また戻ってきました。待ってた人ありがとう。僕の日のチケット買った人ありがとう。頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。前回はですね卒業しようと思ってなくて一応卒業こう、を言ってたんですけども、まあその方がお客さんいっぱい入るかなと思いまして、計算通り、僕の日は満杯でした。ですからね今回も当然、やるなという予感はしておりました。ですから想定ないですね。そういうことです。